スクールガールゾンビハンター。そろそろ救援物資を要請しないといけませんかしら。こちら ZPF、 ZPF です。通信をキャッチしました。どうぞ。私は桐作高校2年の金崎玲ですわ。救援物資を送ってくださいませんかしら。了解しました。ただしドローンによる物資の投下を行います。よろしくお願いいたしますわ。あら、救援物資が来たのかしら。では取りに参りましょう。死して屍、拾うものなし。これでよしですわ。まだまだですわ。いいものを見つけましたわ。これでよしですわ。これでよしですわ。これでよしですわ。あと一歩。いいものを見つけましたわ。おろ、また香水が入ってますわ。これでまた金崎がおとりになってくれるな。何言ってますの。香水にゾンビなんか寄ってこないじゃありませんか。ねえ、
も香水って何のためにつけるの？当然、女性として己を畳に置くためですわ。もともとは宗教の儀式とかに使ってたらしいけど、昔のヨーロッパだと衛生状態が良くなくてお風呂にもあんまり入らなかったらしいから、匂い消しのためにつけてたんじゃなかったっけ。なるほど、臭いものには蓋のような発想だな。ああ、じゃああんまりシャワーも浴びられないし、今の私たちにはちょうどいいわけだね。あなたたちは一生香水なんか使わなければいいんですわ。新しい武器のようですわね。